小石が、峰の円形小石家峰県立自然公園は、石川県の県立自然公園。鹿島郡中野都町と白石にまたがる。石川県北部の能登半島の基部にある、宝たち丘陵,陵の内小石が、峰から、イスルギ山付近までの山陵、山麓一帯からなる自然公園である。九百七十年六月一日に、石川県で三番目の県立自然公園として、 指定された。指定地域の面積は2,586ヘクタールである。なお、イスルギ山周辺は、能登半島国定公園に含まれている。イスルギ山から小石が峰までの山地帯は、大地形交代に沿って断層崖を形成しているが、ところどころで地滑りによる大地上の地形が見られ、その大地上にできた地層と相まって、 高原のような景観を呈している。小石が、峰は山頂付近まで車で行くことが可能であるが、原山大池を起点に、小石が峰山頂を通る自然歩道が整備されており、一周約一時間で歩くことができる。また、愛の風と呼ばれる独特の強い風を利用した小石が、峰風力発電所があり、その見原次第からは、七尾湾から富山湾、 北アルプスと手山連邦を望むことができる。小田中新能塚古墳、亀塚古墳。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成後一種が峰を守る会、e、HP。http コロンスラッシュスラッシュ g o i s h i g a m i n e w e b f c 2 c o m スラッシュ。ab 石川県自然公園一覧石川県県立自然公園石川県県政の主な歩み昭和44年昭和45年石川県白山1975年3月20日石川県白山自然保護センター小石が峰自然歩道ホット石川旅ネットハット小石が峰県立自然公園ホット石川旅ネットハット 白岩川水系河川整備基本方針石川県。五石が、峰原山大池ホット。石川旅ネットハット。石川の歴史と、文化古代一石川県立歴史博物館。新能塚古墳ホット。石川旅ネット。ありがとうございます。